リリーグベースボールにおけるスプリングトレーニングは各球団がシーズン開幕前に行う練習及びオープン戦である。日本プロ野球の春季キャンプ及びオープン戦を合わせたものに相当する。通常は多くのアメリカ合衆国の大学生の春休み期間とほぼ同じ時期のシーズン開始前の2月中旬から3月下旬にかけてアメリカ南部の温暖な地で行われる。 アリゾナ州をキャンプ地にするチームでカクタスリーグ、フロリダ州をキャンプ地にするチームでグレープフルーツリーグが形成され、公式戦と同じような形式でオープン戦も行われるが、この間の記録は公式記録には含まれない。対戦相手は MLB チームだけでなく、大学野球などのアマチュアチームや、年度によっては各国の WBC 代表チームと試合が組まれる。 場合もある。投手と保守は他の野手よりも数日早くキャンプインすることが通例となっている。かつては練習の期間を長くとっていたが、近年は実践重視、試合重視の日程となっており、早期からオープン戦が組まれている。そのため、参加選手は事前に自主トレーニングを始め、すぐ試合で、 プレイ可能なコンディションにした上で、スプリングトレーニングに合流している選手が多い。スプリングトレーニングには、以下の選手たちが参加して、メジャーリーグ開幕ロースター入りを争う。チームの40人枠内の選手参加、マイナーリーグチームに所属する40人枠外の選手のうち、スプリングトレーニングに招待された一部の、有望選手チームのスプリングトレーニングに招待され、 一時的にマイナー契約を結んだ FA 選手、レギュラーシーズンよりもベンチ入り選手数が多くなるため、チームを2分割して同じ日に違うチームとオープン戦を消化するスプリットスクワッドなどの方式が取られる場合もある。スプリングトレーニング期間中には随時選手の振るい分けが行われ、メンバーから外れた選手は参加マイナーのチームキャンプに送られ、マイナーリーグで シーズン開幕を迎えることになる。招待選手として参加していた FA 選手は改めてマイナー契約を結んで参加のマイナーリーグチームに残留するか、再び FA となるかを選択することになる。メジャーリーグベースボールチームによるレギュラーシーズン開幕前の春季トレーニングは1886年にシカゴホワイトストッキングスが行ったのが最初とされる。 当時ホワイトストッキングスの選手権人監督を務めていたキャップアンソンは4月の開幕よりある程度前から選手たちを一箇所に集めてトレーニングを積ませたらどんな成果が上がるかとひらめいた。しかし当時の選手は収入がないオフの期間に何らかの別の職業について稼ぐのが普通だったのでアンソンの案には不満が出た。 そこで、アンソンは、キャンプ中は1日につき何ドルかを渡せるようにすると、確約して、全選手を1886年2月初めに、アーカンソー州ホットスプリングスに集めた。柔軟体操からスタートしたが、筋肉が完全に硬くなっている。きつい練習を、開幕2ヶ月前からやらされることに、主力選手たちが反抗する動きを見せたが、アンソンは、諸君。 我々は野球史の1ページを作ろうとしているんだ。ブツブツ言うのは止めた前と同時なかった。1週間2週間過ぎるにつれて効果が現れてきて考えも理解されていく。4月にシーズンに入るとこの年の我がホワイトストッキングスの選手たちほど体が軽く動きが際立って良かったことはかつてなかったとアンソンが述べたほどで試みは成功し。 このシーズンは他チームをぶっちぎって独走優勝した。世間は注目し、翌年からこれに習うチームが出てきた。1890年代から多くのチームに広まり始め、1910年にはすでに一般的になっていた。フロリダ州における春季トレーニングはまず、1913年にシカゴカブスが、 本格的に開始し、以後フロリダ州にグレープフルーツリーグを形成した。ビルベックによると、人種差別が根強いフロリダ州を回避することを、理由の一つとして、グレープフルーツリーグとは別に、カクタスリーグが1946年にアリゾナ州に新たに立ち上げられた。第二次世界大戦中は旅行制限もあったために、ほとんどのチームは、 自チームの本拠地球上から近い場所で、春季トレーニングを開催していた。1950年代から1960年代にかけての時期は、ドミニカ共和国、キューバ、プエルトリコ、ハワイでも、訓練や合宿、試合が行われていた。2013年現在は、グレープフルーツリーグとカクタスリーグの15チームずつに分けられて、トレーニングが開催されている。 ホホカムスタジアムにおける、試合チャンピオンスタジアムにおける、試合ピオリアスポーツコンプレックスにおける試合、ありがとうございます。